じゃこんにちは。森藤さ、はいはい、ちょっとお前変なこと言うようだけど、変なあんま勘違いするな。はい、いや別に勘違いは勘違いするんだ、はいはい、ピッチャーと野手、まあピッチャー陣、はい、野手陣ってあるじゃん。でやっぱりさ、俺長年プロ野球を見てきて、はい、特徴があるんだよね、やっぱりそれぞれの、それぞれの、その特徴っていうのは、まあ平たく言えばピッチャーは長くて綺麗。は？長くて綺麗。長くて綺麗。はい。で野手陣は、はい、まあどちらかというと、はい、太くて短い。ちょっと待って。なんだ。いいんで、え、ちょっと待って、これ流れてるんですよ。いいんですか？こんな放送して。いやいや、それはもう特徴だからしょうがない。だからそういう子供たちも含めて、子供たちも含めて、いや子供たちも含めてっていうか、はい、そこに特徴がある人はピッチャー向きとかさ、そういうのが言えるよね。じゃあ一回やっぱいやしっかり見た方がいいと思う。あそこを、まあそこですか。いやいや、あそこ見た方がいい。じゃあだからピッチャーは総じて色はともかく色はともかく綺麗、細くて綺麗。細くもないやつもいるけど。え、綺麗っていうのは何が綺麗なんですか、あそこの。綺麗っていうのは、だからまあある場所だよね。形、まあ、形も綺麗だよ、ね、ちょっと変形してるやつもいるけど。だけど野手は大体太い。太いんですか。力がある感じがするよ。何お前喜んでる。じゃかなり。こんな話 YouTube でいいのか。でもそれ大事なんですか。いや、やっぱり YouTube じゃないと言えないでしょ、こういうこと。言えない、こんなこと言えない。俺も長年はこう、長年、はい、あ、統計取ってきてるんですか。いや、まあ統計というよりもやっぱり見てきてるじゃない。ああ、そっか。だからまあ一緒に風呂入ったりとかもするし。そうです。隠したりしないんですよね、だって。いや、ほとんど隠さないよね。え、じゃあ例えば印象的だったあそこの人は誰ですか。いや、佐々木なんかやっぱ立派だよね、綺麗だし。だから、さすがもうこうじゃないと大魔神と言われないでしょみたいな。中継ぎとか先発型とはやっぱ違うんですか、それは。その先発型とか、はい、まあでも、まあ総じて体に比例するよね、大体。あ、そっかそっか。それはもうしょうがないよ、うん、体の、うん、だってさ、小さいやつがこんなバカでかいの持ってたってしょうがないじゃない。なんか、あ、そうですよね。バランス悪くなるじゃん、体の。そうですよ、うん、そうですよ。見たんですか。見たよ、まあ、触ったこともあるし。えぇ、そりゃ触るよな。いや、まあそりゃ触るって言ったら語弊あるけど。どこで触ったんですか。いや、まあまあことあるごとに触るじゃない。ことあるごとに触るっていうのもおかしいけど。あ、そうですか。大魔神の。え、みんな触り合うんですか。触りはそんなに頻繁にはしない。え、そういう集団なんですか。いや、そういう変態的な集団ではない。いや、十分変態ですよ。あ、そう。先発型はどんな感じですか。いや、やっぱり明夫さんも黒かったけど。黒かったけど。色は関係ないですよね。色は関係ないでしょ。黒かったけど綺麗な感じだった。まあ遠藤さんも意外と綺麗だ。だからそういう印象があるから、ピッチャーは総じて綺麗で長いという印象がある。でピッチャーで綺麗じゃなくて短い人って言いました。ああ、これはね、阪神の池田見たんですか。これは太い。半端なく太い。そうですか。だから俺が統計取った中の統計取った中のこれはナンバーワンに太い。あ、そうですか。これはピッチャーじゃないだろうって。ヤシ向きですか。ピッチャーの一物じゃないよみたいな。そんな感じだよ。これは間違いなく太い。だから例えば速球型はこうだとか変化球を使い分けて。ああ、そうだな。やっぱ違いますか。まあそんなには違いないけど、はい、やっぱ長い方が落ちる系はいいんじゃないの。長いと落ちるんですか。長いとこう、あ、フォーク、落差があるっていう。ドラムとかいって落ちんじゃないの。重力で。そう。じゃあ、そっか、フォークの切れがいい選手はみんな長いんですね。例えば現役だとどの
選手ですかね、落ちるっていうと。落ちる系、はい、大瀬良とかで、大瀬良も多分綺麗な、いいもの持ってると思う。じゃあ野手は、例えば内野手と外野手でみんな、短くて太いんですか。まあ、総じてそうだな。なんか武骨なんですか。形は悪いんですか。いや、形も悪いな。悪いんですか。意外と悪いやつが多い。形が悪いって何なんでしょうか。ちょっと曲がってたりとかさ曲がってたりとか。そんなのも見てるんですか。そう、わかるよね。曲がるんですか。ちょっと触ってみたりとかすると、いやだ、あ、もうお前曲がってんのみたいな。曲がるといいですか、やっぱり。いや、俺は知らないよ、曲がるといいって。不便かもわからない。俺はどちらかというと、はい、あんま聞きたくないかな。太くてまっすぐ。いや、だからそんなに困らない。困らない。それはや、そのセカンドで補給するときにやっぱり重要なんですか、それ。まっすぐで、その、まあ、さほど重要ではないけど、やっぱそうですよね、そうですね、そこで取ってるわけじゃないですよね。そうそう。でもよく当たるときあるよね。当たる？痛いよね。当たる？当たると痛い。何が？ボール？ボールが当たると。それ痛い。みんな痛いですよ。だってみんな痛い。だってもう悶絶するような顔してるじゃないですか。みんなあそこに当たる。だからそれで曲がったわけではないと思うけどね。まあそれで曲がった人もいると思う。あ、だ、元生まれてもって曲がってるっていうことなんですか。いや、生まれもって曲がってるっていうことではないと思う。あ、徐々に曲がってる。まあまあ、だから高校の時とかも、はい、当たって曲がったりとかしてるかもわかんない。野手ですごく特徴的だったあそこの選手っていますか。いやー、野手はやっぱりさ、みんな総じて太くて短い。そうなんだ、うん、短いんですか。いや、そんな、まあでもその体によって、はい、体の作りによってでかいっていうやつもいるよ。太くて長くてでかいって。三冠王ですね。三冠王すごい、あそこの三冠王。もうね、はい。お前なんか勘違いしてる、さっきから。いや、してないですよ。ちょっと待ってください、ちょっと調べてみますけど。何を調べる。いや、だからあそこ大きい野球出てきました。何？ラミレス監督、あそこ大きい、三島3回ベーフって書いてあります。なんでそれが関係あるの。太くて短い。いや、あそこ大きいです。大きいで三島がなんで関係あるんだよ。だから、いや、そうなんですよ、三島選手あそこ大きいんですよ。いや、そんなでかくはない。あ、そうですか。でも綺麗な、綺麗な感じ。綺麗、やっぱフォームも綺麗になるんでしょ。湯船に浮いてたけどね。あ、そう、旭川で一緒に風呂入ったの、はい、そう、覚えてる。浮くんですか。まあ、浮くと思う。浮上するんですね。浮上する、ふわーんと。すごいですね、皆さん。お前ね、はい、なんか勘違いしてるでしょ。いや、勘違いするも何も。だってお前あそこだと思ってる。あそこです。おそこの、あそこ一物。だって一物って。いや、一物はいっぱいあるじゃない。何があるんですか、他には。太くて長くて綺麗で曲がってて、なんて。手の話だよ。手の話だよ。手？佐々木なんかは指スラーッとしてるからね。え？爪の形も最高に綺麗だから。あ、佐々木の爪も綺麗。もう綺麗。あ、大魔神も綺麗。お前ものすごくこの回喜んでたけどさ、想像こんなに膨らまして。だから野手なんていうのは太いんだよ。やっぱ力入れるからバットを振ったりだとか。だから指が太くなる。バット。だ、池田が太くて短い、はい、もうほんとピッチャーじゃないぐらいの指してる。じゃあ池田さんは野手に転向した方が、もう野手によかったかもな、かもしれないですね。あ、まあ、手の話だと。手ですか。お前がいいんですか、いいんですかって言うから、ね、途中でやめようと思ったから、ね、じゃあこのラミレス監督のあそこ大きいっていうのは、じゃあ何なんでしょうね。いや、肝玉でしょ、それ。強気で。そうでしょ、肝っ玉のあれでしょ。お前なんかやらしいのよ。あそこが大きい、強気で押し切りって。そう、3イニング。ちょっと頼むよ、お前。お前 YouTube 始めるんだって。はい。何月かな。7月の多分半ばだけ。お前そんな手で言ってたら、お前 YouTube 見てくれなくなるよ、お前。そうですよね、ちゃんと言っときな、はい、YouTube 始めます。はい、あの7月半ばから YouTube を始めます。だ、あそこは手ということですよね。はい、一物はね。はい、一物は手でした。はい。はい。